さあ、今日は県内全体で二百六十六人でした。新潟市で百六人、その他の市町村では百六十人となっています。十三日ぶりに三百人を下回りました。ただ、これまでを見てみましても、月曜日の感染発表というのは。比較的人数が少ない傾向にありますので、ここで油断することはできません。まず、先週一週間振り返っていきますと、水曜日に一日の新規感染者、過去最多。 六百二十七人の発表がありました。そして土曜日が四百八十六人、日曜日も四百五十三人と四百人台で。一週間だ、一週間で三千五百四十人となっています。前の週から七百人ほど増えた形です。さあ、今週ですね、月曜日はまず二百六十六人となりました。累計感染者は一万六千三百七十七人。これまでに六十三人の方が亡くなっています。 今日の感染発表について見ていきましょう。新潟市106人いるうち、感染経路が分かっていないのは27人です。区ごとに見ていきますと、中央区43人、西区24人、東区が19人、ここまでが2桁、そして江南区が9人、北区が4人、秋葉区が3人、南区が2人、西間区が1人です。居住地などを調べているという方が1人となっています。 今日の106人のうち無症状が4人軽症が101人であるということが発表されています年代別見ていきますと実0歳未満もやはり引き続き多いんですが今日最も多かったのは30代22人10歳未満と同じく40代も21人ということになっていますやはり新潟市内は比較的若い世代に感染が広がっている状況です さあ新たな感染グループも明らかになりました今日分かった感染グループがこちらです学校関連で2つのグループの感染が新たに明らかになりましたえ一つは20人にも上っている状況です保育施設関連でも新たに2つの感染グループが確認されていますそしてこれまでの感染グループでつながりがあるとみられる感染者が確認されたところとして小学校関連新たに1人累計で27人そして小学 関連が新たに1人累計で14人に保育施設関連新たに3人分かりましてこちらは累計59人そして保育施設関連また別の場所ですね新たに2人の感染が分かりまして累計で27人に上っているということです新潟市以外の市町村です新潟市以外の160人のうち感染経路が分かっていないのは27人となっています さあ市町村見ていきますと村上保健所管内村上市で5人柴田保健所管内は柴田市で9人阿賀野市も9人田内市が11人青楼町発表なしです新津保健所管内5 0市が4人阿賀町発表なし三条保健所管内は三条市が11人鴨市が2人つばめ市が7人田上町が1人八彦村発表なしとなっています続いて 長岡保健所管内長岡市が三十五人、小千谷市が十二人、三見附市が七人、出雲崎町は発表なしです。魚沼保健所管内魚沼市が一人、南魚沼保健所管内、南魚沼市が七人、湯沢町が十一人です。十日町保健所管内、十日町市が四人、津南町は発表なし。柏崎保健所管内、柏崎市が五人、刈羽村発表なしです。 上越保健所管内は上越市が5人、妙高市が1人です。糸井川保健所管内として糸井川市では3人、佐渡保健所管内佐渡市が10人となっています。今日は新潟市以外の市町村で重症の方が1人いることが発表されました。さあ年代別に見ていきましょう。 新潟市以外の市町村ですと今日最も多かったのは10代で43人なんですが新潟市の感染発表が比較的若い世代にあの固まったのに対しまして今日の新潟市以外の市町村の発表はですね70代までが2桁となっていますちょっと年代ばらけているんですねただ実際未満の、えー、若い世代の20人という人数も非常に増えている状況ですさあ感染グループ見ていきましょう こちらですね今日新たに分かった感染グループだけでこれだけある状況なんですね。柴田保健所管内幼稚園関連で今日一1人山頂保健所管内や長岡保健所管内の学校関連そして長岡保健所管内では福祉施設関連の感染グループも新たに明らかになりましたそして魚沼保健所管内は企業関連佐渡保健所管内は学校関連となっています。 その他です、ね、これまでに県内で学校関連の感染グループが8つそして福祉施設関連が6つ幼稚園1つ企業関連が1つきょうもつながりがあると見られる感染者が確認されています。 昨日までの1週間を振り返っていきますと、県内1週間で3540人感染発表があったんですが、新潟市1717 17人となっています。ついで多かったのが長岡市332人、つばめ市227人です。そして柴田市が157人、上越市が140人、三条市が108人、明光市が103人となっています。 黒で示した地域は100人以上ということなんですが新潟市を除いて県内6つの市でこの100人以上の黒の地域になりましたそして紫が50人以上ということなんですが特に多いのが柏崎市93人阿賀野市91人です さあ昨日の時点の県内の入院者数ですが前の日から22人増えました197人が入院をしています病床の使用率は30.3%参考までに東京が48.5%大阪は67.4%ですそして県内重症者が2人中等症の方が14人となっています自宅療養をしている方が3900人 宿泊療養をしている方が50人です感染経路不明の割合は27.8%ということになっています大半が何らかのつながりがあるということなんですね さあそしてここにもありますように自宅療養者が今4000人近くにも上っている状況です陽性が確認されて自宅療養になったらどうしたらいいのかということなんですけれども支援がありますまずですねこの支援としてはパルスオキシメーター血液の酸素の飽和度を測る機械と体温計が貸し出されますさらに医療従事者による健康状態の確認と療養の相談が1日1回起 行われるということになっていますさらには必要に応じて医師の診察や医療機関への入院の調整も行われますし食料品などの支援があるわけなんですね県と市、県からと市と町からと両方受けられるんですがただしやっていない市や町もあるということなんです申請の方法としましてはパソコンやスマートフォンインターネットでの申請が必要となります そそしてその自宅療養を特にする場合なんですけれども緊急性が高い症状があるときなど急なときはすぐに119番で救急車を呼ぶようにしてくださいただし119番する際には必ず新型コロナウイルスに感染していることを伝えるようにしましょうさあその緊急性が高い症状というのはどういったものかといいますとこちらですね、十二挙げられています。まず1つ目顔色が明らかに悪い 唇が紫になっている。いつもと違う様子がおかしいそして息が荒くなった急に息苦しくなった日常生活の中で少し動くだけで息が上がる胸の痛みがある横になれない座らないとその息ができない肩で息をしているぜいぜいしている時もしくはぼんやりをしている朦朧としている。 脈が飛ぶ脈のリズムが乱れる感じがあるこういった症状がですね自分もしくは家族お子さんに確認された場合はすぐに119番をするようにしてくださいそして体調不良以外に何か困ったことがあった場合の連絡先というものも用意されていますさあそしてまだ検査をしていなくてですね体調がおかしいと感じた人は新型コロナ受診相談センターへの連絡となるわけなんですがその対応窓口が増えました。これまでは 零二五、二五六、八二七、七五。この一つだけだったんですが、番号が二つ追加されます。まずですね、零二五、三八五、七五四一。こちらは、おとといから解説をされているんですが。明日から毎日二十四時間対応となります。さらに、零二五、三八五、七六三四。こちらは、明日から解説されまして。毎日二十四時間対応ということです。まずですね、今日やっているのは、この上の二つということになります。 さあ全国の状況です。全国昨日の新規感染者は7万8,121人となりました。重症者は783人。過去最多を確認したのは新潟のお隣山形を含めて5つの県です。 さあそして東京の感染者は昨日は1万5895人となりました家庭内感染が3500以上さらに施設内感染もおよそ1200人確認されまして都の担当者はその感染のピークが見えずにまだまだ感染拡大が続いていると話していますそして大阪、昨日は9135人今日から自主隔離のための大規模の療養センターが設けられていて稼働しているということです。